阪神タイガース対阪神タイガースのゲームを、解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、ズバリ打者を打ち取る確率を上げるためには。おっつけて打ちました。ヒットになった。先頭バッター、バッターは2番に入っているコンボールですよね。そうですね。引っ張った、取った、送球する、アウト、ワンアウト。まあ、当然先制点を与えないようにしないといけませんね。なるほど、そうですね。ライト方向を流しました。ライト掴んでツーアウト。さあ、そしてはアウトローの変化球、キレがあります。打ちました、吉川、一塁へ、一塁アウト、スリーアウトです。さあ、これからタイガースが守備につきます。近本が打席に入ります。相手を5キロ。3球目打ちました、ワンバウンド、ヒットになりました。あっと、取れない、先制のランナー。バッターは DH 浜中。インコース詰まりました。ここはフライになっています。坂本抑えてワンアウト。バッターは3番の、打った、この打球は落ちそうだ、ヒットになった。タイガースチャンスになりました。ワンアウトラ、思い切って内側をえぐるような球を投げ込みたいですね。打ちました、このチャンス打ち上げてしまいました。さあ、そしてバッター、インコース詰まりました。取ってスリーアウトです。2回になります、タイガースの攻撃。ここはしっかり抑えていきたいですよね。まあ、インサイド落ちました、センターへ抜ける、先頭バッターを、バッターボックスは6番バー、ファーストランナースタート、右中間へ、このフライはどうだ、落ちるか、抑えてワンアウト。タイガースピッチャーが変わります。一塁に先制のラン。右中間へ、外野落ちるか、どうだ、ライトフライ掴んでアウト。ツーアウト、ランナー一塁と変わります。ダッシュカウントです。見逃して三振です。スリーアウト、チェンジ点に動きはあります。バッターボックスには代打のノイジー。まあ、小宮山さん、ここはしっかり低め打った、取った、一塁アウト。バッターは7番に入っている村上。千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。ふわふわっと上がった、ここはフライになっています。ピッチャーフライ抑えてアウト。バッターボックスには代打の木浪。ツーアウトになっています。この回のタイガース打線ですが、たった3球でツーアウトになっています。そうですね。理想、うちのボール打っていった、ここは打ち上げています。サードフライ掴んでスリーアウト。これから3回タイガースの攻撃です。得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは9番の古田。タイガース得点に動きはありません。2ストライクです。バントしました、三塁方向、ピッチャーが抑えた、際どいタイミング、ここでした。走ってきた、ストレート打った、サード取った、一塁アウト。ツーアウト、ランナー三塁二塁となりました。さあ、そして打席には近藤が入っています。嫌なバッターが続きますから、気が抜けた。インサイド打った、一塁アウト、これでスリーアウト。これから3回の裏、梅野。バッターボックスには代打の木山。左方向、ホームへ、レフト前ヒット、ベンチの期待に応えました。さあ、そしてバッターボックスには近本が入ります。いいバッターが続きますから、ここは勝負どころですね。さあ、破った、ホームイン、サヨナラ、なんとサヨナラで決着。鮮やかなバッティングでした。この人のタイムリーで見事なサヨナラ勝ちです。打ったバッターはもみくちゃ。